待っていました。ご足労ありがとうございます。ますますひどい顔になったな。睡眠は取れているのか？ここ数日は辞書から眠りの文字が消えてしまっていますね。この後も厄介な会議があって長くは話していられない有様です。さらに眠れなくさせてしまいそうだが、これまでの経緯を話しておこう。なるほど、よほど戦力に自信があると見える。エピはすでに国境近くに大軍が配備されてると言ってたわ。国境の守備隊だけではとても対応できんな。いや、今の国王軍では総力戦でも分が悪いか。おっと、そろそろ会議の時間だな。宿を用意してありますから、今日はあちらで休んでください。私はここで失礼します。続きはまた。待って、アレ将軍。国王軍だけじゃ対抗できないなら、私たちレジスタンスと。やっぱり。そうじゃない。ギロ以前教頭の要請を無下に断ったこと、申し訳ない。今度はこちらから申し込ませてほしい。フォレストランド軍に対処するためあなた方と共闘したい。あとは宣戦布告の意味も分かっていない国王の説得だな。王の都だけは絶対安全だと思い込んでまるで戦おうとしないのですよ。何か私たちにできることは？お気遣いなく。これは私の仕事ですから。それでは。いらっしゃい。今日はでは、昨夜は。さて、これからどうする？アレに会いに王宮へ行こう。会議とやらも終わっているはずだ。サンドランド国王の説得うまくいったかな？まだぐずついているようなら一括してやるさ。これは芝将軍、お目にかかれて光栄です。その名は、まあいい、アレ将軍に目通り願いたいのだが。承知しました。王様、どうか全軍をもって対処にあたる許可をいただきたい。本当にそこまでする必要はあるの？ゼフ大将軍は国境警備隊だけで対処できてたのに。
Bonjour / Hello, merci d'être là. Pensez à follow et partager si vous aimez Kaeb la chaîne. でもな。王の都が攻め落とされれば、真っ先に吊るされるのはあんただぞ。 シバ将軍、どうしてお前がここに？ あれ将軍と共に戦うためだ。 俺もいるぞ。 ベルゼブブ？ どういうことなの？ あれ将軍。 まさか！ 魔物と手を組んでサンドランドを乗っ取るつもりじゃ。空中要塞からも復活させて、それをやろうとしているのがフォレストランド軍なんです。君誰？フォレストランドの王女アンです。フォレストランドの敵の王女じゃないか。 今はブレッドに政権を奪われ、レジスタンスとして戦っています。つまりフォレストランド軍の敵、我々の味方です。敵国の王女が敵の敵で味方になって、敵だったシバ将軍と魔物も味方なの？もう何が何だか。 ゼウはもういない。あんたはもう操り人形じゃないんだ。そんなこと言われてもさ。想像してみろ。 フォレストランド軍に敗れたら、国民がどのような目に遭うか。あんただってただでは済まんぞ。よくて牢獄、処刑台だってあり得る。ええ、本当なの？あれ将軍。事実です。 そうならぬよう務めるのが王の責務だ。みんなのために頑張れば、女の子にモテモテですよ。それいいね。 わかった。あれ将軍にすべて任せる。死力を尽くします。報告します。フォレストランド軍が国境を突破。
南の砂漠に展開中とのことです。わかった、すぐに前線に向かう。ブーンを。ここからは戦争だ。覚悟はできているか。よし、では行こう。よけで。だから文句言おうってのか。バカおいでないよ。言いたいのは冷凍謝罪さね。本当にそれからすまなかったね。いい、何も見えていなかったのは。言っとく、これからはあの子にたくさん。てるのかね。血のりはこちらにある。だが戦力と連動は。
相手が上だ。無策では負け。るかもしれん。おじさんが指揮官ならどうやって戦う？戦線を引き伸ばした上で膠着状態を作る。そしてフォレストランド領都内の戦力が分散している隙にアクアニウムとジャム国王を奪還し、ブレッドと和平交渉をする。そんな交渉にブレッドが応じるとは思えないけど。にせよ、フォレストランド軍の第一陣を押し返せなければ机上の空論だ。最初から背水の陣のつもりで臨むしかない。いきなり大ピンチってわけか。面白いじゃん。サンドランドを全部見て回ることってできるのかな。想像も。こちらラオ、フォレストランド軍を発見。これよりアレ将軍の指揮下に入る。いえ、あなたには自由に動いてもらいたい。国王軍の戦車をお貸しします。存分にやってください。了解した。
会いたかったぜ王子。あいつらの退治で。今は手を貸せない。突破、別隊の援護に向かう。
際の援護に向かう。突破、別隊の援護に向かう。
国王軍がやられてるみたいだぞ。どうすんだ、おっさん。巨大戦車とやらが指揮官の車両だろう。頭を叩く。わかった。勝っているのが我々だけではどうにもならんぞ。
で将軍。このままでは全滅する。撤退を視野に入れるべきだ。突破されたら我が国に立て直せる戦力はありません。この戦場に出ているのが国王軍の戦車のほぼ全て。という戦力だ。三回しろ。しまった。敵の数が多すぎる。これでは。あれ将軍、国王軍にまだこれだけの戦車が残っていたのか。いや、私は知らぬ。まさか。ほっほっほー、いけいけー。またも。そうか、ゼウの親衛隊を率いて。国王だ。自ら最前線に出てくる。戦車、増援部隊に照準。殺すな、受け取りにする。はっ、そうはいくかよ。やつの手法には注意し、してくだされ。かなり強力ですぞ。手法で狙いにくい、近めの位置を陣取るといいかもしれませぬ。ちょろちょろと。そこのために。させてしまうのも手かもしれません。ちょろちょろと。あつじじじじじ、やべえ、燃えてやがる。手散らせ。王子、そっちは大丈夫か。大丈夫に決まってんだろ。悪魔の力が信用できないのか。野暮だったな。そちらは任せる。全力で行け。ファイトです、ファイトですぞ。程度で勝ったと思うな。王子、あれを。なんだと。まだこれほどの戦力が。十分です。撤退してください。あんま、中が疲れて。あとは任せたよ、アレ将軍。さて、ここは倒産ぞ、侵略者ども。大丈夫か。
動くな。傷は深い。ここは引くんだ。サンドランドのために負けるわけには。引くのも勇気だ。今は生き延びることに全力を注げ。しかし私が引けば誰が我が軍の指揮を。老兵を信じてくれるならば。何をおっしゃる。私を子供扱いしておいて。あなたが引き受けてくれるなら喜んで引かせていただきます。誰かあれを乗せて引け。それから戦車を一両借りるぞ。これより全ての指揮権を芝将軍に委ねる。各位命を最優先に撤退戦に移れ。芝の名は捨てたのだがな。よし、全員ここでストップだ。よろしいのですか、こんな目立つところで。大丈夫だ。どうした。その位置からなら撃てるはずだ。それがバカ者、位置を変えろ。撃て。どうした。応答しろ。やられたのか。後期部と足回りをやられました。戦闘不能。あの一瞬でか。強すぎる。ひるむな。戦力ではこちらが圧倒している。血を引く者のザレ事だ。お願い聞いて、ロゼッタ。私たちに必要なのは武器じゃない。互いを理解し合うための時間だよ。理想は日記にでも書いておく。ここは戦場だ。どうじゃこのデカブツミ。アレの容体は。治療は行いましたが、目を閉じたら動かず。ちょっと、まさか。アレ、しっかりするんだ。じゃねえ。はい、よく眠っておられます。
紛らわしい言い方してんじゃねえ。何よりだ。今後の相談がてら見舞いでもしてやろう。じゃあ行き先は王の都だね。よその地域から王の都に行くには必ず検問を抜ける必要がある。怪しい奴を近づけないためじゃな。そうやって何年も王の都の安全を保ってきたのだ。どうも。どうも。どうする？すぐにアレのおっさんに会いに行くか？いや、私たちにも休息が必要だ。前にアレが手配してくれた宿で一泊しよう。俺は休息なんかいらないけど。今日はもうおやつ。ではごゆっくり。昨夜は将軍の見舞いと今後の。もちろんです。将軍は司令室にいらっしゃいますので。あれ将軍、寝てなくていいの？睡眠ならたっぷりとった。おかげで絶好調だ。じゃなくて撃たれたでしょ。あれ式で動けなくなるほどやわな鍛え方はしていないぞ。気力だけで無理をしていると反動が怖いぞ。
できる無理は無理のうちに入りませんよ。若いな。と笑っている場合ではないな。フォレストランド軍はどうしている？兵の報告によると、サンド領内に確認できるだけでも3つ。軍事基地を設営し始めているようです。さらに我が軍の基地がいくつか占拠されてしまいました。やばいじゃないか。どうするつもりじゃ。一つずつ潰して回るしかない。すでに出動の手はずは整っている。私たちも協力しよう。奴らが兵団と通信を確立してしまえば、いよいよ手がつけられなくなる。いいぜ、やってやる。やられっぱなしでムカついてたんだ。ええ。市場に出てないか。
を見つけたらもう。俺もいいもの用意しておくからさ。ありがとうございました。この辺はほとんど人がいないな。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。だいぶダメージをもらっちまったな。やべえ、メカが壊れちまった。ありがとうございました。うわっ！
爆だ。この辺はほとんど人がいないな。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておきな。昔からこんな感じじゃろ。やっぱり生きていくのに水は必要だもんな。人がいないな。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておるしな。昔からこんな感じじゃろ。敵は残ってないみたいだぜ。よし、次の基地へ向かおう。以外にも旅してるやつがいるんだな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人と全員が共用で使えるキャンプだ。それは便利だな。してるやつがいるんだな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人全員が共用で使えるキャンプだ。それは便利だな。
まん、今は手を貸せない。見ての通り険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。険しい地域だ。人が住むには適していないのだろう。川からも離れておるしな。昔からこんな感じじゃろ。やっぱり生きていくのに水は必要だもんな。もう敵は残ってないみたいだぜ。よし、次の基地へ向かおう。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。まあ、ちっとは楽しかったぞ。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。メカのパーツとかは腐らせるのもったいないよ。わかった。そのうち見てみるよ。
ランドを全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。私も誰も知らない何かを発見できたら楽しいよね。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。ほっ、ほっと。ラプトルのボスじゃ。腕で戦うのはおすすめしかねますな。強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。出会った時、これで情報のあった軍事基地は全て破壊できたな。一度王の都に戻って司令室で他の基地の情報を確認してみよう。
芝将軍、本日はどのようなご用でしょう。あれ将軍に目通り願いたいのだが。承知しました。将軍は司令室にいらっしゃいますので、どうぞ。おお、ちょうどよかった。今連絡を取ろうと思っていたところです。フォレストランド軍の残りの軍事基地の場所が判明しました。あと一息だね。よし、残りもみんなぶっ壊してやる。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。ほっと、まあちっとは楽しかったぞ。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅してる奴がいるんだな。彼らもう敵は残ってないみたいだぜ。よし、次の基地へ向かおう。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃん。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。道に迷った時は地図を見ると良いですぞ。
しかなさそうだな。時は地図を見ると良いですよ。自分たちの現在地と目的地を確認することは大事だね。ああ、道を間違えると戻るの面倒くさいからな。国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もし入るつもりなら王子がこっそりと言ってくださいね。全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。私も。誰も知らない何かを発見できたら楽しいよね。
せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。やつがいるんだな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。ランドを全部見て回ることってできるのかな。想像もつかんな。だが興味はある。私も誰も知らない何かを発見できたら楽しいよね。せっかくの旅だ。気になった場所は見ていくか。Thank you.
てないみたいだぜ。よし、次の基地へ向かおう。敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。力を貸すぞ。大丈夫だ。
敵は残ってないみたいだぜ。よし、次の基地へ向かおう。すごいのを撃てれば壊せそうだよな。やっ、よっ、ほい、やっ。砂に埋もれてるけど、そんなに荒れてないな。川が枯れて引っ越したのかもしれませんな。だといいが。どういう意味だよ。いや、人が生まれ育った村を簡単に捨てられるのだろうかと思ってな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人全員が共用で使えるキャンプ。それは便利だな。道に迷った時は地図を見ると良いですぞ。自分たちの現在地と目的地を確認することは大事だね。ああ、道を間違えると戻るの面倒くさいからな。
結構暴れたな。これでいくらか進行を遅らせることができるだろう。あの巨大戦車の部隊が体勢を立て直してこなければだが。ロゼッタが出てこなかったのはフォレストランドに戻ったからかな。かもしれん。あれだけ特殊な戦車だ。本国でなければ修理できないだろう。おかげでしばらく時間が稼げる。王子のお手柄ですな。へへへ。私のではないぞ。あ、私のだ。あ、やっとつながった。姫さん、無事だったかい？クロ。騎士様と呼んでほしいところだが、まあいい。話したいことがある。取り木キャンプで合流しよう。話なら今すればいいじゃない。誰が聞き耳立ててるかわからん通信じゃ言えない内容でね。とにかくビッグサプライズだ。急いでくれよ。だってさ、無駄足をさせる男ではあるまい。行ってみよう。あれ将軍には無線で報告しておく。